なるほど。これは充実した報告書だな。本当に助かった。よくここまで調べてくれたね。犯人を特定できなかったのが正直心残りなんだけど。調査報告としては十分すぎるさ。この段階で脅迫犯が見つかるとは、こちらも考えていなかったからね。どちらかというと、今後の警備の参考にするために必要だったんだ。そう言ってくれると助かります。それで、王国軍の方では、あれから進展はあったのかしら？まあ、昨日のうちに警備体制の第一段階を完了したくらいかな。以後、条約調印式が終わるまで、このエルベリ級が。それで、兵士さんたちが結構詰めているんだ。そういえば、周遊道にも魔獣がほとんどいなかったわね。今朝、大規模な掃討作戦が実施されたばかりだからね。条約調印式までの間、定期的に行おうと思っている。普段からそうしてくれるとギルドとしても助かるんですが。それを言われると耳が痛いな。そうだ、昨日言っていた女の子のご両親についてだが、各地の関所に通達は出したが、未だ情報は入っていなくてね。そっか、気長に待つしかないのかな。こちらも情報が入り次第ギルドに知らせることにしよう。とりあえず脅迫状の調査はここまでやってくれれば十分だ。後でギルドに報酬を振り込ませてもらうよ。うん、よろしく。でも、これから先はどうするの？私たちもこのままオートで警戒に当たった方がいいのかな？もしオートに残るのであれば、協力してもらえると助かるな。ただ、君たちが忙しいのは我々も理解しているつもりだ。無理を言うつもりはないよ。レンの件もあるし、エルナンさんに相談してみる？ええ、そうしてみましょう。失礼します。なんだ、どうした？問題ない、彼らは協力者だ。は、それでは。先ほどレイストン要塞から動力通信で連絡がありました。どうやらボース地方に情報部の残党が現れたようです。え？何ですって？うん、詳しく話してくれ。それが最初に発見したのはギルドの遊撃士だったらしく、正確な現地の状況は未だつかめていないようですね。とりあえず司令部からは全王国軍部隊に第二種警戒態勢に入るようにとの指示がありました。そうか、
わかった。どうやらお互いに忙しくなるかもしれないな。そうね。エステル、急いでギルドに戻るわよ。シード中佐、警備のお仕事頑張ってね。あ、そちらも頑張ってくれ。潜伏していた情報部の残党が、この問題はこの事件が調印式と関係しているのかどうかだが、いずれにしてももう少し考える材料が欲しいところだな。報告書を渡すだけだって。素直にギルドで待っててくれればいいのに。まあひどいわ。レイはエステルと一緒にいたいだけなのに。ほらティータも何とか言ってあげなさいな。私お姉ちゃんたちと一緒にいたいのは確かだけど、お仕事だし、あんまりわがままは言えないかな。そう。だったらエステルのことはレンが取っちゃうことにするわ。ティータは仲間外れなんだから。レンちゃんひどいよ。ほらほら、喧嘩しないの。ティータはお姉さんなんだから、少しは多めに見てあげないと。でもいつの間にかお互い呼び捨てになってるし。お姉ちゃん、私いらない子なの？もうそんなことあるわけないじゃないの。ほれほれ、どうだ。そんな顔してると抱きしめちゃうわよ。あ、もうお姉ちゃんだら。あ、ティータずるいわ。エステルってば本当にモテモテね。それはそうと、急いでギルドに戻らないと。あ、そうだったわね。何かあったんですか？ええ、どうやらボース地方で特務兵の残党が現れたみたい。あ、本当ですか？うん、詳しいことはまだわからないんだけど、とりあえずギルドなら情報が入っていると思うし。それじゃあ確かに急いで戻らないとダメだよね。すぐにレンにわからない話をする。ごめんごめん。とりあえず用事があるからギルドに戻らなくちゃいけないの。あら、そうなの？
残念ね。こんなにたくさんの兵士さんがいたらかくれんぼも楽しいと思うのに。隠れていいのはこの辺りの森全部っていうのはどうかしら。すごくダイナミックだね。それはさすがに勘弁してほしいかな。それじゃあ早速オートに戻ることにしましょう。
ういうことだこれは。この最高位の王位継承権を持つデュナン・フォン・アウスレーゼをバカにしておるのか。滅相もありません。実は今朝エルベ州誘導で魔獣の掃討作戦がありまして、ですから護衛の数はこれだけでも十分かと存じます。そういう意味ではない。私ほどの重要人物に対して護衛が3人のみとは無礼千万。せめて10名は用意するのだ。しかし閣下、あまり無理を申されては。せっかく陛下のお許しが出たのです。それだけでも行幸と思いませんと。黙れフィリップ。そもそも処分そのものが不当極まりなかったのだ。ならば親衛隊の全大使をもって出迎えるのが筋であろう。親衛隊全員とはさすがに行かないんだけど、よかったら私たちが一緒についてってあげようか。そなたたちは。おお、皆さん。まったくもう、公爵さんも相変わらずね。あんまりわがまま言ってみんなを困らせたらダメじゃない。気安く公爵さんなどと呼ぶでない。どうしてそなたらがこんな場所にいるのだ。すでに民間人の立ち入りは禁止されたのではないのか。ここの警備責任者さんに届け物があって来ただけよ。で、公爵さんたちはこれから散歩にでも行くの？聞いて驚くでないぞ。私を縛り付けた不当な戒めがついに解かれることとなってるだ。不当な戒めが解けた？ひょっとして謹慎処分が解かれたのかしら。はい、今朝方陛下からの連絡がございました。離宮を辞し、グランセル城に戻ってくるようにとのお言葉です。あらら、ずいぶんあっさりしてるわね。へえ、でもまあよかったじゃないの。もう二度と利用されないように自分をしっかり持たなくちゃね。なる？やっぱり生活態度を見直した方がいいんじゃない。公爵さんってだらけ切った生活してそうだし、運動なんかおすすめするわよ。あれ、私変なこと言った？いえ、エステル様のおっしゃる通りかと思います。そもそも閣下が自分をしっかりお持ちでいれば、リシャール大佐に利用されることなどなかったはず。このフィリップ、今一度そのことを進言させていただきたく。説教はたくさんだ。もうよい。このような場所に1秒たりとも長居できるものか。とっとと王都に向かうぞ。おう。あれ、付き合わなくてもいいの？いらぬ。行くぞ、者ども。エステル様、毎度ながら本当にありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。いいってば。でもフィリップさんもたまにはちゃんと叱らなくちゃ。叱ってくれる人がいないからああなっちゃったんじゃないの？
根は悪人じゃないと思うし、その気になれば立ち直れるわよ。要はきっかけじゃないかしら。エステル様、その言葉。フィリップ、何をしているのだ。グズグズしていると置いていってしまうぞ。はい、ただいま。それでは皆様、私めはこれで。やっぱり一緒の方が良かったと思うんだけどな。エステルってば。さすが先生の血を引いてるだけはあるわね。え？やっぱりお姉ちゃんはすごいな。初めて会った時からそんな気はしたんだけど、エステルって限りなくお人よしさんなのね。お人よしってなんで？わからないならそのままでいいわ。とにかく王都に戻りましょう。ここなら何か釣れそう。Thank you.
Thank you.
早く情報を確認しなきゃね。寄り道せずにギルドに戻りましょう。うん、そうね。はあ、つまらないわね。ただいま。おう、戻ってきたか。皆さんお帰りなさい。ご苦労様でした。報告書は渡せたようですね。うん、そっちは問題なく。つい先ほど王国軍から報酬の振り込みがありました。取り急ぎそれをお渡ししておきましょう。さすがシード中佐、仕事が早いわね。それよりもボス地方に特務兵どもが現れたって聞いたんだけど。やはり離宮の方にも連絡が行ったみたいですね。ちょうどその話をしていたところなんです。発見したのはギルドの人間らしいわね。ええ、アガットさんたちです。アガットたちが？ラベンヌ廃校の内部でアジトを発見したそうです。あいにくすでに引き払った後だったみたいですが。ラベンヌ廃校の内部、空賊たちと戦った場所か。なるほど、盲点だったわね。引き払ったということはすでに別の地方に行ったの？それがボース地方の各地で特務兵の姿が目撃されたらしく、現在国境師団が総力を挙げて調査をしているみたいですね。そうなんだ。私たちもボース地方に助っ人に行った方がいいのかな。いえ、現地の状況が分かるまで迂闊に動かない方がいいでしょう。それにどうやら結社も動いているようです。何ですって？アガットさんたちが廃校のアジトで遭遇したそうです。道化師カンパネルラ、執行者の一人みたいですね。うん、また新顔ね。さらにアジトで奇妙なものが発見されたそうです。まずはオルグイユという動力駆動の乗り物の設計図、そしてお茶会という符丁で語られた謎の計画メモです。オルグイユ、お茶会、わけがわからないわね。動力駆動の乗り物って何なのかな。お茶会というのもなんだか気になりますね。さすがに落ち着いていられないわね。まあ焦るなって。現地で軍とギルドが頑張ってるみたいだからな。じきに状況もわかるだろうさ。ええ、気は流行るでしょうが、王都に留まっていてください。
今のところは各自自由になさって結構ですよ。うん、そう言われても。あれ、そういえばオリビエはどうしたの？それが帝国大使館から先ほど連絡がありまして、野暮用ができたとおっしゃってお出かけになりました。すぐにギルドにお戻りになるそうですが。どうしたのかしら。あれ、レンはどうしたの？え？あれれ、さっきまではちゃんといたんだけど。もしかして話が退屈だったから遊びに行っちゃったとか？うん、可能性は高そうね。もうしょうがないわね。でも、もし王都を離れるとしたら、レンのことも何とかしないと。私、ちょっとあの子を探してくるわ。あ、私も。レンちゃんが行きそうなところ、わかるかもしれないし。そっか、助かるわ。エルナンさん、そういうことなんだけど。ええ、お願いします。私の方は各地の支部と残党の行方について情報交換をしていましょう。ティータ、心当たりある？昨日は東外区をいろいろと回ったから、そのうちのどれかかも。いろいろと回ったって？まずは百貨店でお買い物をしてね。それから歴史資料館に行って、最後に時計台の近くにあるアイスクリーム屋さんに行ったの。なるほど、いろいろね。ティータも結構ノリノリだったんじゃない？まずはそのあたりを探した方が良さそうですね。ええ、行ってみましょう。調子はどう？ま、俺が必要に。おう、パーティーを入れ替える。何かご用です。わかりました。はい。
街の外には出ないわよね。まずは東街区のあたりから探し始めましょう。
レンを見かけなかったかだと。昨日酒場で一緒に飯を食ってた子のことか。そうそう、この辺りで見かけたりしてないかな。悪いな、今日はあいにく社外へ全く出てないんだ。そっか。まあ他のやつに聞いてみてくれ。
Thank you.
Thank you.